赤い靴は、1922年、野口右上作詞、元織長代作曲で発表された同様である。4番の詩は、現行段階では、赤い靴見るたび思い出すだったものを、考えると直した跡がある。また、発表はされなかったものの、1978年になって発見された倉庫には、以下の5番もあった。歌詞は、実話を題材にして書かれたという話が、 定説化していた。静岡県清水市ゆ渡わたし村出身の岩崎香代の娘、佐野君。1902年7月15日から1911年9月15日が、その赤い靴を履いていた少女のモデルとされた。その、定説は次の通りである。岩崎香代は、未婚の母として、君を育てていたが、北海道に渡り、鈴木四郎と結婚する。君が、 満三歳の時、鈴木夫妻は、社会主義運動の一環として、当時注目されていた、北海道の平民農場へ入植する。しかし、開拓生活の厳しさもあり、かヨは、義父、佐野康吉の仲介により、娘、君の養育を、アメリカ人宣教師のヒュエット夫妻に託すことにした。やがてヒュエット夫妻は本国に帰ることになるが、その時君は結核に侵されており、 アメリカに連れて行くことができず、そのまま東京、麻布の鳥居坂協会の孤児院、長坂小院に預けられてしまう。君は孤児院で母親に会うこともできず、9歳で亡くなったという。母親の会話は君はヒュエット夫妻と一緒にアメリカに渡ったものと思い込んでいて、君が東京の孤児院で結核で亡くなったことは知らされないまま一生を過ごした。 1903年に社会主義詩人として出発していた野口宇城は、その後、1907年、札幌市の新聞社に勤めていた時に、同僚の鈴木史郎やその妻のカヨと親交を深め、カヨの娘の君が宣教師に連れられて渡米したという話をカヨから聞かされた。ちのみ子の長女のプを抱えて、鈴木夫妻は開拓生活に挫折していた。実はこの時点では、君は、 鳥居坂教会の孤児院にいたが、かよはそのことを知らない。その後、1921年に、この話を題材にして、赤い靴が、野口うじょによって作詞され、1922年に、元折長代作曲で同様になった。1973年、君の威夫妹、岡、そのが、新聞に、私の姉は、赤い靴の女の子と当初、この記事に注目した。 北海道テレビ記者の菊池博士が調査を開始した。菊池は5年にわたる取材の後、上記の事実を確認し、1978年にドキュメント赤い靴はいてた女の子というドキュメンタリー番組を北海道テレビで制作、放送した。その後、菊池はノンフィクション小説赤い靴はいてた女の子を1979年に発表、この本の記述が 定説として定着したとされる。この定説には、鉄像が含まれているという説が、作家の愛称介によって提唱された。愛は、1986年、静岡、日本平に、母子像が混流された際、地元テレビ局静岡放送が制作した記念番組、竜理の詩、赤い靴はいてた女の子の構成台本を依頼され、執筆したが、この時、 菊池本やドキュメント赤い靴はいてた女の子に示された定説の事実関係に不信を抱き、後に定説の矛盾点を追求するに至ったという。そして著書、つくね像はいてなかった赤い靴において定説には根拠がないとする批判を明らかにした。愛による説は以下の通りである。君のジップを佐野だとする菊池本には根拠がない。君が戸籍上、 佐野の幼女になっているのは、死生児を祖父の戸籍に入れる措置に準じて考えるべき。菊池本で養親に否定されている、宣教師の名前は、正しくはヒューエット。ただし、ヒューエット夫妻と、君の間には全く接点がない。君が、宣教師の幼女となったという話は佐野が佳代を、安心させるためについた嘘であり、実は佐野が2歳の君を、東京の孤児院に預けて、 君はそこで一生を過ごしている。この時期、北海道で布教を行っていたヒューエット夫妻が北海道に渡ってもいない君を養女とすることはありえない。菊池本は宣教師の幼女になった君のことをカヨから聞いたウジョが死にしたとするが、カヨがウジョ夫妻と言葉を交わす機会はそう多くなかったはずで、自分が結婚前に死生児を生んだと進んで告白するとも思えない。 野口家と鈴木家との信仰は、夫同士の仕事上の付き合いに限られたものとおぼしい。右上の赤い靴は、社会主義的ユートピア運動の挫折の因由と、返すべきで、社会主義者の伝道行商を象徴する赤い箱車と結びつけて考えるべきである。愛は、菊池は、自分の取材不足を想像で埋めたとして、絶像と論難しているが、これに対して、菊池は、 自説の骨子には、誤りはないと主張している。また愛は、野口友情の字、意気である、野口ありよいよによる研究をもとに、同様、赤い靴を含む友上の同様に、特定の個人を歌ったものはないと主張している。一方、菊池は、赤い靴以外にも、特定個人を歌った同様は存在するとしている。シャボン玉の死にある、生まれて、すぐに壊れて消えたという一説に、 右上は溶接した長女への哀悼を込めたとしており、死の解釈論でも両者は対立している。なお、君は宣教師の幼女となって渡米したものと、かよは生涯信じきっていたという、かよの観点からの真実については両者に争いはない。その宣教師が実在するヒュエット氏であるか、佐野がでっち上げた架空の存在であるかで、両者及びその支持者は対立しており、愛は、 君と会ったこともない、全く無関係のヒューエット夫妻の名誉を、菊池はテレビ番組制作のための作り話で傷つけているとしている。また、愛は、宇上の赤い靴は、君を歌ったものではないと、作家論からの立証を試みるとともに、宣教師の幼女になった君のことを、カヨから聞いた宇上が、死にしたという話は、カヨの思い込みによる自慢話を、娘そのや菊池が、 さらに粉飾したものと批判している。ただし、宇城さんが君のことを死にしてくれたと、カヨがそのに語った事実はあったとしている。そのため、カヨによる赤い靴の化解釈そのものは否定しきれていない。この点では、宇城の作家論とカヨによる化需要と菊池の追跡取材のプロセスの是非を、両派ともに整理できず混行して論じているため、議論は噛み合っていない。 なお、カヨが、ウジ夫妻に、君のことを話したとする、岡カソの証言及び、菊池本への反駁として、愛は、カヨが、ウジ夫妻と言葉を交わす機会はそう多くなく、打ち明け話をするほど親しくはなっていないことについて、綿密な検証を行っている。だが、その一方で、鈴木がウジに、君のことを話したか、あるいは、ウジの方から鈴木に、 家族のことを取材した可能性の有無については、両派とも論じていないため、君のことを右上が知る機会があったか否かについての検証は未だ不十分である。2009年8月、北海道函館市に定説に基づいて、君ちゃん像が建てられたが、それを伝える新聞記事の中には、赤い靴をめぐっては諸説あることを指摘するものがあった。毎日新聞は、 平民農場開拓を指導した高徳周水らによる社会主義ユートピア運動の挫折を謳ったものとする指摘もあり、野口の親族らからは実在のモデルはなかったとの主張もされていると報じている。なお、宇宙の同様に特定の個人を謳ったものがあるかないかについては、親族間でも意見が分かれている。宇宙の孫で野口宇宙記念館代表の野口藤子は、 シャボン玉入場は溶接した長女への哀悼を込めたと、講演で語っている。定説に対するスタンスも、野口ありいよいよと、野口藤子では、対照的で、野口ありいよいよは、定説に対して一貫して否定的だが、野口藤子は、函館の、君ちゃん像混流に向けての祝賀会で、記念講演を行っている。ただし、野口ありいよいよも、同様ではない上書の施策については、 片山線の社会主義論に傾倒していた野口も吉に横浜から渡米して1954年にロサンゼルスで隠しの影響が大きかったとしている。宇宙を研究している長久保編運は社会主義を信じ自由の天地アメリカに横浜から渡っていった宇宙のいとこたちの面影が赤い靴には投影されているとしており、この意見には愛も半ば賛意を示しつつも、 赤い箱車のイメージの方を優先している。野口藤子も、近所、教習と同心の詩人、野口浮上伝の中で、赤い靴の4番は、モキチをベースにして書いたとも思われるとしている。また、定説については、確証はないとしながらも、赤い靴について、何か、下地になるような体験が宇上にあったことは、十分考えられるとしている。挨拶には全く触れていない。 つくね像はいてなかった赤い靴の観光以前にも当局の解釈の相違が表面化したことがあった。2003年2月 NHK 教育テレビの教養番組 NHK 人間講座の人はなぜ歌うのかシリーズに出演した a 六スケは野口藤子から聞いた話として赤い靴の赤は実はソ連のことでそのソ連社会主義がどこかへ行っちゃったと以上は歌っているのだが 治安維持法による検閲を逃れるためにを用いたのだと紹介した。だが、野口藤子は、週刊新潮2004年6月17日号書斎の記事中で、久志さんと右上の動揺について何かを話したということはありませんとこれを否定。私は確かに聞きましたからねとする久志との間で差を生じている。また、同記事は、治安維持法の成立は、 赤い靴の発表の数年後であると A の誤解を指摘する作曲家江口浩二のコメントや宇宙の名作を反日ソングであるかのように曲解していると久しを批判する作曲家杉山光一のコメントを掲載している。また、同記事中宇宙研究家で宇宙絵源理事長の西条和子は宇宙が鈴木史郎から聞かされた話が試作のきっかけになったと。 定説を紹介し、久志さんの赤は、ソ連という解釈はどうかな、と思いますね、とコメントしている。同記事の結論部分は、歌というものは作った人がどんな気持ちだろうが、後世の人々の思いに左右されてしまうものですよと、しか需要論に逃げようとする、A6 スを、同様は理屈によって、歌詞の判断を許されてはおりませんという右上自身の文章を引用して記者が切り捨てている。 ただし、同記事は、宇宙が社会主義詩人として出発したこと、鈴木志郎が平民の場に関わっていたことについては一言も触れていない。その後の宇宙の作風の変化が、真底から転向し、社会主義を捨てたことによるものなのか、それとも転向は偽装で、社会主義が施策の根っこに残っているのか、という論点の検証もなされていない。また野口子は、後日、 赤い靴は、社会主義者、野口も吉を、ベースにして書いたとも思われるとしていて、A6 助の論考と多少の食い違いはあっても、赤い靴イコール社会主義説を否定するものではない。2007年、つくね像はいてなかった、赤い靴出版のプロモーションにあたって、愛称助は、当初、週刊朝日を頼りにしたのだが、週刊朝日の記事は、必ずしも愛の菊池批判に、 全面的なサイを示さなかった。このことを不満とした愛は、週刊新潮に話を持ち込み、週刊新潮は、週刊朝日への揶揄を中心とする記事を掲載した。愛は、週刊新潮が、赤い靴イコール社会主義説を否定する立場にある、ことを知らず、週刊新潮の編集部は、つくね像が、赤い靴イコール社会主義説に立脚していることを、 読み落としたと思われるが、結果、週刊新潮は、市内不統一を自ら招いたのである。なお、2009年12月に、オンエアされた TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ、東京営力助その新世界の中では、ゲストの松島智子が、定説を紹介している。文化人類学者の山口正夫は、その著書、歯医者の精神史》の中で、宇城の、 青い目の人形と赤い靴について論じている。この山口本に触発された亀井秀夫は北海道教育大学釧路校、国語科教育研究室が刊行している国語論集 q に赤い靴をめぐる言説を投稿した。この論文の中で亀井は指摘する。赤い靴の像を混流した人々は自分が作っているのは赤い靴から誘発された。 巨構の像であることを認識している。しかし、その想像力は赤い靴の少女と偉人さんとの暮らしに向かわず、平民農場における母子再会という巨構の物語を構築して、この星の不幸を癒してやる方へのみ向かっている。そして、その出発点には丘、そのがいて、そのの新聞当初、幻の姉、赤い靴の女の子こそ、う上の同様から言葉を借りた表現であり、 ここから菊池博のドキュメント、山口正夫論文、各地での記念像混流の動きが始まったと結論づけている。これに対して、愛昌介は反駁を試み、国語論集、十二、赤い靴をめぐる言説についてを投稿した。ただ愛は、記念像混流に携わったものはすべて、菊池説を盲信しているとして、テレビの定列なこしらえ物をもとに、 工事の文学論争をすることに意味があるとは思えない。文芸的ではない人々を文芸的なシーンで囲い込まない方がいいとしている。岡園も菊池の被害者と見ており、愛の論文中では実名を一切使わずとしている。岡園の当初、赤い靴現象の根幹とする仮名の立論は全く無視されている。一方で愛は自らが唱えていた。 赤い靴イコール赤い箱車イコール社会主義説は撤回すると言い出している。赤い箱車についての自らの立論が鈴木史郎の社会主義運動に対する宇宙の共感を前提とする点では菊地説と同梱であると仮名論文を読むうちをそまきながら気づいたとしている。そして赤い靴の発表は宇上と鈴木史郎の出会いから14年後のことであり、その間、宇宙は 鈴木四郎を忘れずにいたとする山口正夫の憶測は安易ではないかとする加盟の指摘も最もだという。国語論集11には福地淳一が同様赤い靴のモデルについてを投稿改めて君は赤い靴のモデルにはなり得ないと交渉している。アイラがすでに指摘していたことに加えてさらに野口宇條 鈴木志郎が小樽日報社に入社したのは事実だが、それより前三人が札幌の北門信報社で同僚だったとする岡園の投稿には誤りがある。同社に勤めていたのは志郎と拓木であり、宇城が勤めていたのは北なる信報社である。岡園は宇城と志郎が札幌山花で一軒家を借りていたとするが、その言葉の裏付けは解無である。 菊池は、岡園の証言の矛盾を解消するため、史郎が、木となる信奉者に勤めていた時期があるとする説を、唱えているが、この新説の裏付けもない。宇城は1945年に亡くなるまで、君が赤い靴のモデルであるとは一言も言及していない、の書店である。山下公園の、赤い靴は生てた女の小僧1979年、横浜、山下公園に、 赤い靴はいてた女の子の像が作られた。これは、純粋に、宇じの詩のイメージをモチーフにしたもので、赤い靴を愛する市民の会から寄贈されている。また同会は、この像のミニチュア版を1982年8月に、横浜駅へ寄贈。当初は、同駅南口に設置されていたが、駅改良工事に伴い1998年に撤去となり、その後は保管されていた。 2010年12月に同疫自由通路に移設されている。2010年、山下公園の少女像と同系の像が横浜市と姉妹都市のアメリカカリフォルニア州サンディエゴ市の海辺に建てられ、6月27日に関係者が出席して除幕式が行われた。以下の6つの像は前日の定説に基づいて建てられた。青山霊園の事務所には、 赤い靴少女の像が置かれた。留守村には1997年に貝を描いた開拓の母像も建てられている。2015年6月には、宇城夫妻と鈴木夫妻が住んでいたとされる札幌市中央区山花地区の山花公園に赤い靴の花火が混流された。NHK 連続テレビ小説、花子とンの原案となった村岡の著書、の 村岡花子の障害体には、村岡花子と佐野君の出会いについて触れた一説がある。1903年、村岡花は東洋英和女学校に休憩生として編入学しており、毎週日曜日は休憩生の必修として、東洋英和が運営している長坂古女院の日曜学校に教師として出向いており、身寄りのない孤児たちに物語を語り聞かせていた。 赤い靴はいていた女の子と歌われている少女は、その頃、長坂古女院にいた佐野君であるとの記述である。この記述は、厳密には、花が物語を語り聞かせていた小児たちの中に、花より救歳年下の君がいたとはしていない。あくまで、小児たちに物語を語り聞かせていたと、佐野君が長坂古女院にいたとの記述である。君が、 長坂古女院に預けられた時期については議論もあるが、1911年9月の君の不法に東洋英和女学校在学中であった花が接していたことは確かなようである。なお、庵野由里かご、村岡花子の障害体は君の障害については定説によっている。歌詞の中に出てくる偉人さんというのは幕末から明治にかけてよく使われた言葉で偉人さん。 つまり、外国人のことで、特に、青い目と歌われていることから西洋人と見られる。偉人さん、人参ンンさん、イージーさん、ヒジーさん等と誤解されることがある。清水市出身の漫画家桜桃子による漫画、ちびまる子ちゃんに、これを題材にした総話がある。漫画、ドラえもんには、同様、赤い靴の女の子をモチーフにした赤い靴の女の子がある。後に、アニメでは、 赤い靴の女の子、赤い靴の思い出が発表されている。愛昌介は、流理の詩、赤い靴はいてた女の子以前にも、赤い靴をモチーフにしたテレビ脚本を、愛ふみ貧名義で執筆している。ウルトラマンタロウの、第45話、日本の動様から赤い靴はいてた、は、幼い頃、異星人に連れ去られて、地球侵略のための怪獣にされてしまった女性と、 その幼馴染みの防衛隊員を描いた話である。特捜最前線の第349話、ギリシャから来た女。では、横光克彦憤する特命家け児と少女の交流が描かれ、横光が当局を歌う場面もある。なお、定説に対する批判運動のために発足した赤い靴の会は、愛が、会長、横光らが名誉顧問。 福地淳一らが顧問を務めているが、横光はテレビ出身の衆議院議員としての参加であるという。2003年に NPO 日本同様の会が全国約5800人のアンケートに基づき発表した好きな同様で赤い靴は293秒を獲得し第3位に選ばれた。映画大決戦超ウルトラ8兄弟は横浜港。 開校150周年の前祝い作品として制作され、山下公園の女の子像も作中に登場した。さらに、一見普通の人間のような赤い靴の少女が時空を超越して、ウルトラマンを導く存在として登場したが、その正体は不明である。2007年、平成19年に放映された、テレビドラマ、クリタンニメニュー、3、ぷよぷよちょっと課題を食い荒らす。 では、日本人の母親から引き離され、外国へ行った男性が、自分の境遇とこの歌を重ねており、山下公園ロケも行われている。横浜で夏に開催される、横浜カーニバルというイベントの中で、よさこい祭りをもとにした、浜恋踊りと呼ばれる踊りの大会が催される。その踊りのルールの一つに、楽曲に同様、赤い靴を入れるというものがある。ありがとうございます。